こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回はドキドキサクセスウィークですね、マントル編やっていきましょう。明日ね、同栄、ミチル、虹谷、オクタビア、ヤビノと、さあ行きましょう。マネキとカロリーバー持ち込みです。で、今回査定勝負になってくるので、まあ気にするところはもうガチ育成という感じで、まず間違いないですね。なので、招き猫でイベント完走を狙うとか、あとは、金徳の確定組を入れるのも全然ありだと思います。まあ、いろんな組み方ができると思うので、皆さんぜひぜひ、いろんな形で挑戦をしてみてくださいというところと、僕はまあ、まずこれで一発目はやろうかな、という感じです。あとは、結構生放送を前日にしていて、まあ、当日かな。この動画を作っている当日にしていて、まあ、かなりこう面白かったので、皆さんと何回か、まあ一回やるっていうのもありかなーなんて思いながら、これいいやん。勝ちよ。今、打たれだけかもらってんの。まあやるのもいいかなと思いながら、サクセスしております。ぜひぜひそのあたりもコメントをいただけたら嬉しく思います。キレと勝ち運。勝ち運じゃねえや。逃げ玉よこしなさい。で、ミチルデッキが、僕は今んとここう、まあ、好きですと。あ、なにこれ。あ、ショートカットが、あ、オフになってますね、やっぱ。何のイベントだろうと思っちゃいました。ミチルでもいいけども。まあ、素直にアスネにしましょうか。あとはいいやつがね、マイベゼがくれるとかなりはかどるので、そこを期待しつつ。で、まあ、オクタビアと闇のですね、このデッキに関しては、ここが通せれば、まあ、同栄は精密でいいと思うので、今回。やめて。あ、びっくり出なかった、ちょ。雫が足りないのね。あ、ちょうどいいですね。ありがとう。で、真ん中行きましょう。で、まあ、経験点を出すとかもそうですけど、やっぱり、こう、大事なのは査定に、いいですね、なるので、まあ、そこの辺を意識して、今回はやっていきたいですね。普通にガチ育成だけどね、マントルとかになると。ああ、いいですね、オクタビア。しかも、アスネも絡んでる。何の文句もないか。雫を早めに入れたい感じですね、あとは。じゃないと何も作れない。オッケー、ナイス。それは偉いわ。で、休んで雫石くんねえかな。今は最もそれが欲しい。おわ、いいですね。一個だけど、ないよりは全然マシ。で、あとは、アスネの回復とかね。絡んだりとか、ミチルも全然踏めてない感はあるな。オッケー、ナイス、成功。で、黄色からでいいか。っていう話と、筋力メダルは作るべきなのか否か。あー、これは、どうしましょうかね。ミチル踏めるけどな。しかも、同栄。これは取るか。まあ、まだダイナマイトできてないし。うん、まあいいでしょう。アクセサリーいいですね。狙い通りだ。これで、ミチルと両方、まあ全体的な評価も上げていきましょう。これは普通に作っている。あれ？星取ってないんかーい。さっき取ってた気がしたんだけど。気のせいだったか。あ、ただ、アスネ来てますね。これ踏んじゃっていいでしょう。で、評価多分いきますね、これで。綺麗取れない。あ、これは踏んじゃって、ここでいいしね。宝石でいいしね、普通に。うん、緩急いいですね。切ってもいいぐらいのレベルだな。
アスネ行ってますねという話と、これカロバー使おうかな。ちょっと同栄でこれ雫取っときたいんだけど、普通に。いや、アスネでいいか。ちょっとアスネ行きますわ。で、ああ、ちょっとガツガツ進めないと話なんねえな。告白してここで。おお、いいっすね。ダイナマイトさえ来れば OK。 雫取りたいね、金魚で。うん、悪くないタイミング。今カロリバー使ってよかったですね、本当に。で、雫もらいたいのと、とにかく作りたい購買部と、うんぬんが作りたい。まあ、筋力土管を、まあどうしよっかな。5個か。いや、取っといていいわ。そう、筋力土管のことを考えると、まあ枯渇のこともあるので、まあ、そんなに。ああ、なるほど、何にもできてないっすね。ちょっと今の痛いな、何もできてないぞ。石は潤沢にあるなと。うん、あとはもう本当に、購買部うんぬんができるのを待つだけのゲームに上がってます。同栄行きますか。コツ欲しいしね。思いとも取ってるよね。まあ、もう一回だったらいいか。ああ、まあまあまあ、もらえなかったですね、結局。うん。まあ、順調でしょう。石関係は順調。点数もそこそこ出てる。ダイナマイトと購買部ですね。うわー。あ、ダイナマイトは一個できた。購買部がない。購買部ないと結局雑魚みたいにはなっちゃうんだな。ここはいいとこですね。で、これ技術メダルもうやってくしかないな。ちょっと作れるやつでバシバシ行くしかないですね、という話と、これミチルと闇のは踏みましょうか。縛り取ってよかったもんね。で、安心を取って下行くと。うん、ダイナマイト2つ目ができました。もうそれは順調ですね、という話と。ミチルあと1回か。ちょっとサクッと行きたいけどな。そこは1回デートにしておきます。まあ一応怪我率があるのと、守備はもうちょっとこう、石が溜まってから踏んで、いいのかなという感じもあるので。でも早めに行かないと、でかいダイナマイト、そして、まあ、星の石がね、入らないんで、まあ、そこら辺は気にしたいですね。うん。宝石先やっちゃってもいいけどな。あと変化メダルも犠牲にしましょう、一個。ちょっとマジで購買部とかできてなさすぎる。うん、ミチルを優先しましょうか。これ評価いったかな。あとはオクタビアが走っちゃってますね、もう。ごめんなさい、くしゃみ出ました。ちょっと君たち走りすぎでしょ。これはオクタ黄色地で勝負するしかないな。うん、C あれば結構、闇野の方は、ある程度こう、信用できるかな、という感じと、これどうしたもんかね。アクセサリーすごいんだけど、多分。お!これはまあ取っていいでしょう。普通に強いですね。で、購買部1個作るか。キレ、脱三振。で、縛り取っちゃいます。
あともう作れるもん今とかないですね。うん、脱散し。で、縛りは取ってるので、技術黒い。飲むに行きましょうか。うわぁ、怪しい店か。購買部全然できん。これ、ちょっと軽く積んどるな。変化メダルもいいんだけど、ちょっとここは、あえての、雫石で。うん、失敗ですね。しょうがない。まあ、購買部が来てないこと以外は、割かし悪くはないんだけど、そこが結構クリティカルではあるからね。で、今、丸石だけ吸われてる状況と。ツルハシも作りたいなぁ。うん、デートですかね。すごいな、ダイナマイトなしでなんとか、なんとか踏ん張っている。で、これでダイナマイトをレベ2を作りましょう。あとはもう宝石多分ガンガン余っていると思うので、もう貯蔵庫先立てちゃっていいかもしれないですね。はいはいはい。なるほどね。じゃあ貯蔵庫立てちゃうか。虹谷拾っとくか。一応雫石変化メダルうんぬんだな。で、ミチルは残念ながら間に合わなかった感じですね。うわ、怪しい店。厳しいなぁ。ダイナマイト。まあ、悪かないね。ミチル間に合ってればな。結構うまかったな。ただ、コントロールは少量になってしまっているので気をつけたいというところと、購買部が増やせないのがやばい、痛いな。これ無理して取るほどじゃないかもな。なので、デートに行きましょうか。いや、ちょ、今一歩、購買部だけが足りない。ブルン!ナイス。闇の和紙をできる。多分、ここさえ通してれば、だいたい大丈夫だと思う。まあ、その、大爆発はしてないんですけど、今んとこ、なんとかこう、まだ継続できるレベルかな、という、おー、いいっすね。感じですね。お、変化入りましたね。これは取っていいでしょう。231。ああ、まあ、いいね。上げて。ポンコツが、まだ1と。低め取っていいな。内角はちょっと待っとくか。うん、精神がちょっと怪しいですね。よし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 。下行けます。ダイナマイトそんないらんすわ。繊細さ。ちょっとムービング取ってごまかしとくか、技術。まるまるまる亀。そこじゃないな、やっぱ。うん、まあ、ダイナマイトマッチしてればいいんじゃないの、これ。同絵が入ってるな、亀。亀はまだ作っ
るのは早いけどな。まあ一応取っときます。難しくなってきたな。ツルハシが攻めれないんだよな、相変わらず。雰囲気的には亀石さっさと行きたいですね。で精密機械を取る。で2個なんだよね、まだ行けないと。丸は行きたいが、取っちゃって亀石捨ててもいいな。まあ立ち回りがかなり難しくなってきましたね、正直。デートを行くのか。雫は数あるな。まあ取るのも悪くない。ただ丸石を行きたいよね、正直これ。丸石を取りたい。丸石&ミチルを取りたい。まあまあまあ、オッケーオッケー。いやー、同盟か。ちげんだよな。君らじゃないんだよな。休息いっとく？まあ、凄まじいもらえるけど。早いかな。とにかく欲しいのは、ここだな、やっぱり。まあ、我慢しましょうかね、デートで。はい。金徳は成功させてるので、まあ、そこのアドバンテージをうまく活かしていきたいというところと、ここは精神取っといた方が良さそうですね。なので上行きます。ああ、だったら下でよかったな。悪くないどころかめっちゃいいけど、めっちゃいいけども、ちょっと状況はそんなには良くない。C あるよ。ほい！ナイス。OK。金徳は全部いきましたね。あ、いいやん。いいけど、これ、同栄は行きたくねえな、正直。おお !648! 強っ。これは変化行くしかないな。もう上げるしかなさそうですね。多分上げるしかないかな。結構入ってましたもんね。で、技術吐けねえし。あ、これは取っていくべきやなと。いうところと、レベルはやっぱ上げれないよね。まあしょうがないよ、これは。ちょっと変化、技術、割くしかないですね、ちょっと。強切れ、90いくつじゃ上げれないもんね。まあもう取るとこないので、正直。ちょっとバカし行くしかないですね。40ぐらいで39。400入ってんの、411。これはしょうがない。これは行くしかない。これは強いよ。ツルハシ使わずこれなんで普通に強いですよ。おーい、それはやめてくれ。とは、購買部がマジで作れない。石はある程度入ってないな。はい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 。ミチルがまだなのが痛すぎるな。ファーム覚えるか。
そうですね。まあ、デート行くほどでもないし。これは休んだ方がいいかな。ああ、これはいいや。通院しよう。おーい、マジか。そこは一発で治っといてくれよ。丸石か。あれ？ミチル？ああ、そうか。エールタックが一応組めてますね。一応組めてますね。エール鉢巻きのおかげで組めてますね。で、一応貯蔵限界になってるんですけど、もう一個のあれが立てられてないので、今は、まあ、我慢のステーっていうところをですね。ここ行ってサクッともらうのか。まあそうするか。守備行きますか。OK。よく通したわ、これ。そう、ミチル配慮してくれねえかな。まあ丸石立てましょうか。で、丸石のとこ崩しますか。こっちも立てれるか。で、ステイでいいと。休みます。で、どっちか立てようと。まあ、丸がいいか。で、丸石立てて、ようやくここ崩せますという話と、400点なんで大丈夫か。やっとなんか作れるの、多分。ツルハシも作れる。まあ、変化メダルとか行くしかない、ね。購買部作れるかな。不安すぎる。二次谷。まあ、ポンコツ狙いで一個だし行っていいか。変化メダルも取れるしね。おーほーい、マジか。最近くれねえな。あ、マジか。こんだけ作ってくれねえのか。やらないで回復しときます。ダイナマイトが貼ってあるんで、ね。わー、変化やばい、来てるな。どうしよう。まあ、ツルハシをまずレベルアップさせるのが一番いい。変化やばい、ハマってますね。418か。これは耐えらんないわ。クロスファイヤーとか。まあ、敏捷じゃないや。技術系はいっちゃっていいでしょうという話と。418とか言ってた。あ、もっと入ってるわ。無理だ。500ポイント入ってますね。これでいいか。ミチルが来てればほぼカンストだったかなって感じですね。ちょっとミチルマジでこれやばいな。全然来ないんだけど。よしよし、ようやく来てくれたか。変化はマジでハマってんな。変化この時点でほぼ77ですからね。同栄で多分伸びまだもらってないと思うんですよ。走行とコントロールはちょっと狙いたいので同栄でいいな。っていう話と、ツルハシ置いといていいか。いや、ガチャっといた方がいいか。ガチャありますわ。おにぎり置いといていいか、ひとまず。ちょっとガチャっておくのと、まあ、同栄でいいよね。
オッケーオッケー、伸び最低限保証されましたね。ちょっと購買部以外はほぼほぼうまくはいってると思います。購買部があまりにもうまくいかない。あとは筋力足んねえな。筋力125ですね。紙石の作った方がいいな。うまくいってる方だとは思います。ただちょっとマジで足んねえな。ああ、やっと1個作れた。こんなに苦労して作るのか。ああ、ちょっと今やるとあぶねえな。まあ、ここで取る感じで、枯渇も一緒に狙っていくのか、星をもらいに行くのか。いやー、ここは安牌かな。うん、おにぎりも入りますね。いいでしょう。ここは同栄で精神をもらいに行きます。でどうせこれダイナマイト以外はミチルに行くんで、4か。これ家計で増やそうか。増やした方がいいよね。ああ、増えないか。なるほど。技術大丈夫か。うわ、アクセサリー。ああ、なかなか作れんな、マジで。アクセサリー4とかになっちゃってる。まあ、購買部諦めてダイナマイトをもう一個作るっていう手もあるけどね。変な話。いいっすね。素晴らしいわ。これは素晴らしい。待ってましたって感じ。うん。スタミナ行きましょう。ありがとう。結構いい感じだよ、マジで。オッケーオッケー。ツルハシこのまんまでもいいかもな。で、変化砕く。亀石作る？普通に、マム。作りたいのと購買部めっちゃ作りてんだけど無理かな。まずは紙石もここで作りましょう。ここで粘ろう。で星を作るためにまあ足りないのと、あとはミチルもまだか。まあここはアスネ行きましょう。カラデートもあるかもしれないんで、遊園地ないね。ゲーセン行きます。うん、まあなんか頑張ってるなって感じします。このなんか、購買部に恵まれないことを、なんとかこううまく乗り切って、8600出てますね。いいね。ガチ育成でもそんな出ないわ。カラフル。テンポ入りましたね。ああ、いいっすね。ここは虹谷行こうかな。丸石もう一個作れるんじゃない？行ったら。っていうのもあるし、346足りてない。そうですね。ここはもう思い切って伸びよう行きます。多分大丈夫だと思う。うん、多分行っちゃって大丈夫だと思う。うん、この体勢のままで大丈夫ですね。枯渇くれよ、そろそろ。あと枯渇もそろそろ気にしたい。おーい、マジか。全然くれんやん、兄さんに最近。で、丸石をどっかのタイミングで作ってもいいな。いや、全く悪くない。まだ潤沢だし、これ掘っちゃう？全然ありやな。こう、貯めるってことしなくていいからね。
138ですよ。だって200件入るんだよ、これ。大きくない？大きいよな、どう考えても。暇になったらミチルとか行けばいいし。うん、まあいい感じですね。528。もう1球種いきますね。いや、これもでけえなー。精神も入るし。一回休んどきたい感はありますね。枯渇のことも考えると、精神とか言っといた方がいいか。多分ね。多分そうなんでしょうという感じはします。そうしよう。いや、ちょっと待てよ。デートは大丈夫。先にこっち行くか。うん、やっぱ精神足りてねえな。うん、51入るし取っていいか。まあ精神が足りてないのと、ツルハシはまあこれでも最悪運用いけそうだな。うん、なんか運用いけそうですね。亀いらんかもな、もう。すごいツルハシにしなくてよくないか。この辺のせめぎ合いがまあ難しいところではあると思います。2個足りてねえ。まずこれいこう。雫石が足りてなくて作れない。雫じゃねえや。宝石が足りてなくて作れないっすね。221か、うまいな。少量だし、まあ、ぶっ放したら、なくなる可能性もあるけど。まあ、悪くはないですよね。ああ、まあ、足りてんのか。ぶっ放そうかな、これ。精神も相当入るな。精神104って、今、喉から手が出るほど欲しいですから、ね。ぶっ放すか、これ。いきますか。で、もう最悪枯渇してもいいか、これで。はい。変化メダルももらえますね。そろそろくれ。おーはい、マジか。枯渇しなかったしね。これ、守備とかさ、追ってるけど大丈夫？で、空き地になった。筋力もまあ、なんとか稼げてはいる。スタミナも足んねえな。まあ、ツルハシ行っていいでしょうね、これ。多分。で、ここに宝石か。変化メダル。一応、刺しといて。ああ、間違ったな、順番。丸石作りたかったな。丸石するべきでしたね。ただ、どうせ足りてねえのか。ここをまず踏まないと足りてない。ちょ、待って、落ち着いて。枯渇するかな？これでしてくれたらだいぶ楽だけど。ああ、しないか。あ、購買部今更作れましたね。いやー強い。めっちゃ来るやん、変化。ただもう急速いった方が良くないか。悪なき変化を狙いに行くのか、急速狙いでもいいな。これさ、ミチルがあと1回。まあ、大丈夫かな、いけるかな。いやー、急速で枯渇を考えた方が、もう現実的な気はしますけどね。うん、131だし。そろそろ現実見たい。てか、スタミナ踏みたいんだよな。
うん、ええー、嘘。いやー、それは痛すぎる。スタミナ、ちょっと責任取ってこいよ。っていうのと、早く、ミッチェル行かないとやばい。あ、スタミナ来ましたね。うわ、うま。今のグギってくれてありがとう。グギったことに感謝する。ありがてえ。しかもダブルじゃない今。うま。で、ミチル、あと一回か。ああ、いい感じですね。雫だけやっぱ、だだまっちゃったけど。で、これいけるってことは、もうここいらないはずなんですよ、多分。ここ、丸石行って勝負。ちょっと待てよ、落ち着けよ。丸石行く。スタミナは絶対踏む。遊ぶ。まあ、100点ぐらいは取れるって感じか、多分。100点ぐらいは取りに行けますね、多分。100点をどう考えるかか。多分2ターン。まあ、デートもしなきゃいけないって考えたら無理だ。いや。ここは普通にスタミナ踏みましょう。まあ、枯渇のことまで考えると、普通に、精神と守備、行くと思いますし。おわ、うますぎる。ただこれ枯渇しねえだろうな。うん、もうここ、もううますぎるのは明らかなんですけど、多分筋力に行くべきですね。じゃないと多分枯渇はしないな。うん、ここは急速の枯渇狙いで。嘘じゃあアウトやないか、これ。あー、枯渇がアウトか、まさか。うん、これ枯渇無理っぽいですね。だったらスタミナいったな、今。ただ逆に考えれば精神とか行く必要なくなった。いや、そうか。勢い欲しかったな。結構うまくいってますからね。やっぱあそこのグキ1回が生死を分けましたね。まあ、あと可能性があるとすれば、コントロールのところを深掘りできて一緒に球速も枯渇する感じぐらいは、可能性はゼロではないという感じですね。うん、結構こう変化ばっかり掘ってたので、まあ、そこでうまくいってたんでしょうね。これを枯渇させられると、まあ、相当手だれだなという感じです。僕はあと一歩足んなかったですね。あとは守備と精神はどっちかでいいかもしれないですね、枯渇。両方狙いに行くと、まあこういう感じで、二と大物はっていう状態になっちゃいますね。いやー、もったいねえなー。それはもったない、マジで。マジクソもったな。で、ここはもうミチル行くしかなくて。行かないとアウトですからね。まあ、ミチル行くしかないね。宝石欲しいしね。これはもう見向きしなくていい。ミチル行きましょう。うん、ダイナマイトがバシバシ来てくれてますと。それもありがたいですね。スタ。同栄でいいか。シングルだし。ああ。220。まあ、ワンチャンなんか来るというところで、超シリアルにとって。はい。まあ、さすがに枯渇するでしょう。もう多分あと1個とかだったと思うんですよ。レベル的には。いやー、もったない。あとはスタミナ一発見てえな。この関係だったら。うん、盆栽でこれならまあだいぶうまくいってる方が。
とは思う。特能も結構取れてますしね、これ。よし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 、負けなきゃ、ね、そしてちゃんと完投してくれればいい。まあ非常にもったないな。やっぱなんだかんだ査定の勝負なので、まあちょっともったいなかったですね。第9直球ストライク、インローへ、いきなり158キロ、インロー際どい球、ボール、投げた、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。とは精神がちょっと惜しい感じ。空振り三振、まあ、金徳は一応そのみんな通してくれたので、そこは枯渇ぐらいだったら、まあ1個ぐらいだったら我慢せず、我慢じゃねえや、文句言わずバシバシやっていきたいですね。第3球をアウトコース低めいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました。投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。でここはしっかりと完投で勝ちたい。攻撃に入ります。トップバッターは宮川。はい、うますぎた、ありがとう。失点減らしてほしいな。そして貯蔵庫はしっかり潰して、で2つか、あ、変化いいですね、素晴らしい。2つって無理やな、センサーしか無理ですね。これ2段階上げて2個上がるのかな。ちょっと今後の勉強のために、あ、上がんなかったですね、無駄に石使っただけだったわ。これ行っていいよな、変化スタミナ待ちにした方がいいか。次、いや、いいや、スタミナ待ち、スタミナが今まだ B か、スタ B で、まあ、結構取ってないな。これちょっと我慢した方がいいかもしんないっすね、強いけども。まあ、ダブルタック、次なんか来る保証は別にない、いいか、使っちゃった。うん、カロバーも多分まだ1個残ってますし、ね、いやーもったいない。スタミナ、うわーいいっすね、うわー219、もう変化いらない気がするけどな、来すぎなんだけど変化。うん、完全制圧とプライド102か、102、まあ200あるか、いけるかこれ。今アスネも多分精神の方に触れてるもんね、多分いけるか、大丈夫か。踏みましょうか、変化踏みましょうか、まあ大丈夫や、凄まじいな経験って。うん、息を用以外は死ぬほどうまくいってますね。お待たせ、うわー、ちょ、経験点欲しいから、わざわざピンチャンしてないんだから頼むよ。うん、甲子園の経験点結構大きいですからね。よしよし、第3球を投げた、145キロ直球、空振り三振、三者連続三振になりました。初球見送ってストライク、第2球投げました、ナックル見送ってストライク、これで追い込みました。第3球2点か、負けるか。最後は伸びのあるストレート、最後は9回の裏、2点を追いかけます。マント攻撃に入ります。緊張する。初球打って出た、レフトバック、レフト後方、ワンバウンドヒットになった。うん、まあわりかしうまくいってますからね。初安打、先ほどヒットを放っている宮川、投げました、見送ってボール、投
ただスタミナは選手がちょっと気にした。マントル1点返しました。宮川第9投げました。マジで球速枯渇しないんだったらスタミナ踏みたいで、あそこで見抜ければ全然違いましたね。ランナーは1塁変わりません。結局技術とばっちゃってるんでね。第2球投げた。でもこれワンアウトかやばいな。外れても第3球遊んどる場合じゃない。レフト下がった。レフトの後ろワンバウンドヒットになった。村上ツーベースヒット。第9投げた。まずは同点にしてくれ。やべ、投球これから2球目。 OK、 打った当たりだ。さすがに勝ちました、ね、ボールは中継。いいでしょう。いやー53か。ピンチャーしようかな、次。スタミナ。おー、ありがてー。これはスタミナいくか、さすがに。うん、さすがにスタミナいきましょうか。7、いいですね。ピンチャーしよう。信用できなさすぎる、コンピューター。579か、すごいね。あ、ただほぼほぼ取っとるな。まあ、S まで上げて100。お待たせ。ターン7番マントル先制のピンチです。ワンアウトランナー3塁という場面で、うん、技術余りますね。これ内野フライも避けたい場面です。すげえな、盆栽でこの状況だから相当いくんじゃないですか、こいつ多分。第9初球を打った。当たりそこでは OK、 ナイスナイスショット。スリーアウトチェンジ。大高2番マント先制のピンチを迎えました。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で初球から打ってった。センターさせ無理か。1点先制。まあ1点ぐらいならいい。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で菅井第1打席はサードフライに倒れて。これ中継ぎ査定にした方が点数伸びるのか、先発査定の方が伸びるのか全くわからない。マント追加点のピンチです。ツーアウトランナー2塁という場面で神保。うん、やっぱ相棒強いっすね。そう思うとマントは相棒って感じするな。変化球投げた。外角低め空振り三振。最後は渾身のストレート。マントル追加点のピンチを迎えました。ミチルちゃん覚醒してコントロール上限4使うかな。ただ続行あれだけど。これでワンアウト。ランナーは2塁変わりません。第2球高速スライダー見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を下元空振り三振。バッターはピッチャー北斗。第1球直球ストライク。北斗相手にチャンスを作れない。第2球打ちました。うわーうめえな。バッティングセンスある。第9初球空振り。いきなり普通に千丸育成してるぐらいのレベルがありますね。強いわ。第3球を160キロ直球空振り三振。大高まさか一発目でこんなにハマると。ノーアウトランナー2塁という場面で宮川打ちました。初球掴みました。これでワンアウト。ランナーは2塁変わりません。ミートファース投げた。わら初球を打ちました。センターへのフライ取りました。ボールは中継。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。初球普通にピッチャー打てそうだ。これで3アウト。得点圏さあ同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面でせめて同点にしとこう。初球打ちセンター後方ワンバウンドヒット。マントル同点1対1。村上第9投げました。初球から打ってった。でまあドーマンで多分逆転、まあホームラン打てるんでしょう。第9投げました。打ちました。初球流し打ち。綺麗な流し打ち。もういらんかな。もう点数いらないんで。第3球を投げました。もう点数いらないんでバントさせてください。次は4球目投げました。サードナイス。タッチはアウト。これでは7番
いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターは杉野。第9投げました。外角低めいっぱいストライク。いきなり160キロ。しっかり抑えていこう。オッケー。頭から攻め込め。バッターは8番片倉。今日はここまで3打数1安打1三振。投げたインコース。ああいいっすね。これでワンアウト。ランナーは1塁変わりません。第9球マスクでストライク。いきなり160キロ。投げたアウトコース低めいっぱいストライク。これで追い込みました。第3球を打ちました。鈍いショートを打つ。セカンドフォースやぶりか。ダブルプレーはなりません。バッターはトップに帰って奥山。第9球直球決まってストライク。いきなり160キロ。第2球2球目ストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。うん、いいですね。ナイス。マジで枯渇以外はほぼ完璧だな。ああなるほどね。まあまあ無理しなくていいですね。で死にポイントになっているので技術もう普通に精神取りましょう。僕は学んだんだ、あの辛い日々から。辛い日々から。何を話をしているかわからない方はコメント欄でどなたか書いてくださると思うのでそれを参照してください。でどうすっかな。てかここまだなのか。玉持ちとか取りてえよな。多分玉持ちは取りてえよな。566はおもらししないと思うけどな。アウトローキュイとか取るか。じゃあ行きましょう。お待たせ。5番マントリ先制のピンチです。ツーアウトランナー1塁3塁という場面。ちょ待って、208ってこれ大丈夫か。精神大丈夫か。これで追い込みました。だいぶ不安なんだが。外角低めいっぱい見逃し三振。大高。2番マントリ先制のピンチを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面。勝ちたい。ネクストバッターサークルに控えているのは高速スライダー。空振り三振。バッターはここは三振欲しいな。試合に勝つために。ストライク。いきなり160キロ。高速スライダーはちゃんと入ってくる。うわー、打たれたが。村上そのままベースを踏んでツーアウト。第9球見送ってストライク。いきなり160キロ。試合に勝てばいいんです。外角低め。高速スライダー外れてボール。投げた打ちました。OK、ナイスセカンド。セカンドから一塁送球。アウト、スリーアウトチェンジ。マントル先制のピンチです。コアヒットだけど。まあ特能的にはタイピンチとかが多分取るのかな。結構抑えてるのでそこそこ査定は伸びそうな感じはありますよ。マントル先制のピンチを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で須田。この後に控えているのは大津。第3球を高速スライダー、もう外角低め。第4球は4球目空振り。次は5球目。OK。こいつを三振取りたい。ミーと A か。第9初球。いや、うまいわ。バッティングセンスあるわ。君、バッターやってみない。このマントル返球方向で。さあ次の投球。第3球は僕バッティングセンスすごいっすよね。ヘッドスライディングだけか。やたら打つから阿部ひとかあんのかなと思ってる。第4球を160キロ直球。空振り三振。ここはいやこれ精神ポイントきついかもな。ストライクまだ低い位置じゃねえか。これ金得取れないかもしれないですね。もう1個完全制圧取れないかもな、下手し。ああ、その可能性あるわ。あの200ポイント、多分ほぼほぼ使うでしょ。そしたら厳しいぜ。さあ、同点のピンチで迎えるバッターは、岸。第9、1球目ストレート空振り。いきなり震えてきた。震えてきた、大丈夫。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は。うん、試合には勝てました。さあどんなもんでしょうね。いやこれ足りてねえな多分精神。
女子高校精神入ってますね。だいぶ怪しい。玉持ちとか取ってる場合じゃなかったかもしれない。38欲しかったでもあれ。うん、素晴らしい。素晴らしすぎる。16,520。667か。じゃあ、いけるか。だったらいけるか。ああ、いけますね。大丈夫ですね。はあ、筋力。筋力足んないの。マジか。そんなバカな。アウトロー9位とかを取ってる場合じゃなかったよ。筋力が足んないのか。マジか。うわぁ。うわぁ、これは。まあ、なんかしらやるなぁ、やっぱ。いや、もったいないっすね。これ、普通に強かったと思うんで。要所いらんか。ああ、なんだ、筋力足んねえのか、お前。意外な落とし穴だったな。まあ、アウトロ9位、うんぬんしたからどうってことはなかったけど。これで金徳逃すの、なんか、すげえ悔しいな。2個取れないですね。じゃあ、クイックでいいか。うわぁ、痛えなぁ。悪くねえんだけどなぁ。悪くないんだけど、もったいない感半端ないわ。やっぱさっきのスタミナですね。言ってたら全然違いましたね、これ。そうなっちゃうんだよなぁ、結局。うん、全然違ったわ。ただ、まあ一発勝負でこれが出るんだったら、まあ頑張った方だと思う。まあ、これは普通に登録でいいのかな。あ、再挑戦できなくなるのか。これでももういいよね。これはいいか。スコア登録しよう。うん。SS6 の真ん中ぐらい。盆栽でこんだけできれば多分大丈夫っていう話と、まあ、金徳は逃したりはしたんですけど、まあ、十分でしょう。普通に。と思われます。うん、十分じゃなかったかな。もっとやれたかな。もっとやれたかもしれませんが、まあまあこれでいいかなという感じです。皆さんはどんな感じでしょうか。ぜひぜひ、コメント欄なんかでやった方は教えていただけたら嬉しく思います。まあ自分的にはそこそこうまくできたかなというのと、まあもったいなかったのは金徳1個、まあ、普通に取れる状況のものが取れなかったっていうのと、まあ、枯渇とね、あそこの辺の兼ね合いが本当に非常にもったいなかったなという感じで、また、再挑戦はこれできないのか多分。まあできないので、まあなんか皆さんと普通にマントルやりながら遊べる機会も設けられたらいいかなという感じです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきます。フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。